皆さんはじめまして、東京都のプレイズレポーターの神の家族主イエスキリスト教会伝道師の黒川康則です。今回は9月23日に開催された東アジア青年キリスト者大会2018スポーツ交流会のレポートをします。東アジア青年キリスト者大会は日中韓また東アジア全体の国々の共存と平和を築いていくための青年キリスト者たちの集いです。小さな集いから始まったこの集会は、7年の間で日本、中国、北朝鮮、香港や台湾にも大きく広がりました。東アジアの青年キリスト者たちが共に集い、一つの体として成長しながら歩んでいくことを願い、企画、開催されている大会です。今回のスポーツ交流会は、来年行われる本大会を紹介するため、そして日中韓を中心とした東アジアの青年たちがスポーツを通して交流し、大会を少しでも肌で感じてもらうために企画しました。参加対象は日本に住んでいる日本、中国、韓国にルーツのある方々です。あくまで青年大会なので、年齢を10代から30代に限定させていただきました。スポーツに先駆けて、まず参加者全員が輪になって自己紹介をしました。限られた時間の中で少しでも仲良くなるために、自己紹介は外せません。特に外国人の名前は日本人にとって呼びづらいこともあるので、当日はみんなニックネームで呼び合うようにしました。ニックネームと合わせて話せる言葉とご自身のルーツも話していただきました。今回は東アジアに、興味のある日本人、中国人留学生、韓国人留学生、在日韓国人、在日中国人、また他の国の中華系の方など、生まれも育ちも言語もバラバラな、まさに国や文化を超えた人たちが集まりました。チーム分けも工夫しました。それぞれルーツとなる国別、性別に分けて、できる限りいろいろな国の方とミックスになるように分けました。今回は参加人数が少なめだったので、2チームで試合をすることとなりました。種目はドッジボール、バレーボール、バスケットボールで、スポーツが苦手な人でもできるようにルールを工夫したり、初心者向けの試合を組んだりして、少しでも交流がなされるように努力しました。スポーツの後はみんなでアイスを食べて終了しました。スポーツは世界共通ですぐに仲良くなれる良いツールだと思います。またチームを作り、試合を通して助け合ったり協力し合ったりすることができます。言葉が通じなくてもスポーツを通して通じることができます。同じように東アジア青年キリスト者大会も、日中韓の若者たちがそれぞれの言語で賛美し、礼拝し、祈り、神職を共にすることで、イエスキリストという方を通して私たちが一つとなれることを体感していきます。今回のスポーツ交流会は3時間という短い時間でしたが、国も文化も言語もバラバラな人たち同士が同じ目的で集うときにとても良い交流が生まれ、私たちが一つとなれることを体感できたと思います。来年の2月6日から9日に行われる東アジア青年キリスト者大会2018では、より深い交わりと礼拝を通して、主の血によって罪が許された一つの神となれることを期待します。かつて敵同士だったアッシリア、エジプト、イスラエルが世界を祝福する第三のものとなるであろうとおっしゃった約束の言葉を胸に歩み始めたように、私たちは東アジアに平和の御国が訪れることを期待しています。この願いを胸に、共にいる喜びを味わい、平和の種を植えていくことを願っています。以上、東京都から黒川がレポートいたしました。